良い嘘はある。か。というと、今の感覚で言うとない。秘密も似たようなものだが、似て非なるもの、だ。それは、些細な間違い、だ。太平洋戦争、日本はアメリカを、しかも民間人を爆撃したことはない。いや、ある。風船爆弾というとんでも兵器により、一人民間人の犠牲者が出ている。数の問題じゃない。結果、この事例は東京大空襲の罪状を軽くする。400ほか、日本は単に、できなかっただけ、だが、日本に敗北を認めさせる、とき、東京大空襲ほか、民間人への無差別爆撃はアメリカの立場を危うく破する。この事例があることでアメリカは有利になり、反戦側にも戦意を抑止する効果があり、日本の正義に疑問、それを提示はできる。ただ、日本にとっては損失でその後にアメリカは日本へ揺すりを始めて、良い結果か。